式な、うん、これでも羽田お弁当だったよね、うん、でも羽田はなんかもうさ振り絞ってる感すごかったじゃないですか帰りさ、帰りに東京バナナ持たせてもらってさ、なんかもう東京土産とか初めてからすごかったじゃん、なんかねミルクティー、水のすごい重い、確かに。だから他の地域だとそういうお土産とかがあったけど、東京だとなくて、でも東京いつもメンバーも来てるし、どうしようみたいな。でも東京バナナ意外と食べてない、めっちゃ意外だね。食べましたか、東京バナナ。私たちと一緒にステップツアーを盛り上げていきましょう。早速ですが、今回のツアースケジュールをお知らせします。8月11日日曜日、昼、夜公演ゼップ名古屋。画面外だって、ちょっと画面外なのチーム K2 ですよ。チーム K2 です。あれ違うね、違う、確かに違う、画面外になってる。ゼップ福岡チーム K2 です。イエーイ。8月11日水曜日、夜公演のみの開催、ゼップ名古屋でチーム S。 8月21日土曜日、昼夜公演、ゼップ名古屋でチーム E。 会場開演時間は昼公演、会場12時45分、開演13時30分、夜公演会場17時15分、開演18時となります。8月17日ゼップ名古屋は平日のため夜公演のみです。出演メンバーはチームゴッツですが、今回のツアーではチームのメンバー全員参加となります。ただしスケジュールや体調などにより配信変更と、マジで内容何も入ってこないんだよもう頑張ったしか思うな、頑張ったしか思うなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。こちらは公式サイトのニュースに記載しておりますのでご確認ください。一般販売が予定枚数を達したため、現在は配信チケットのみの販売のみ販売中です。現在は大阪、福岡、8月11日の名古屋公演の販売を行っております。配信プラットフォームはニコニコ生放送となります。価格はですね、 SK48 公式チャンネル会員様は2500ポイント、非会員様は、一般客で3500ポイントとなります。タイムシフト期間は各公演の1週間、 1公演ごとに視聴券の購入が必要となります。各公演のネットチケットには事前にニコニコポイントを購入する必要があります。各公演タイムシフト配信終了日の21時までお買い求めいただけます。残念ながらチケットをゲットできなかったという方はこちらの配信でご覧ください。先日行われたチーム S の ZEP 大阪ベイサイド公演は絶賛タイムシフト期間中です。実際に会場でライブを見た方も、生配信を見た方もタイムシフトで何回も見てくださいね、うん、視聴券についての詳細は公式サイトまたはニコニコ生放送のサイトでご確認ください。はい、さあ、はい、ここからは投資企画を行いたいと思います。今回のツアーは久しぶりにチームで開催するということですが、はい、チームごとに回ったツアーに関しては遡ると2015年6月に開催した岩手県民会館でのチーム SKE48 47都道府県全国ツアー期は熟した全国へ行こう以来となる約6年ぶりです。おー、6年。はい、当時からチームに所属しているメンバーもかなり変わっているので、各チームその時とは違った魅力のあふれるツアーをお届けできると思います。そこで今回から私たちの所属しているチームに関しての魅力、自慢、公演で見てほしいところをお話ししていきたいと思います。おい、魅力、はい、自慢、チーム K2 も見てほしいと。はい、なんだろうな、前で語っちゃったからな、もういろいろ。どこでですか、これで。あ、これで。なんだろう、また新たな違う部分も魅力、K2 の魅力は、あ、私的あるわ、私的魅力めっちゃある、ね、私的魅力は、反省会がパッパッパッって終わって短くてすぐ帰れるところ、これ大事よね、めちゃくちゃ大事。いや、本当になんか帰るのだけは準備めっちゃ遅いくせに帰るのめっちゃ早くて、最低だよね。いや、本当でもなんかその環境に慣れちゃったから、うん、なんか
大きいコンサートとかの時も、なおさん一着ユキ大体2着か3着ぐらい。そう、私もなんかなおさんにめちゃくちゃついてくる行くかっつって、終演後に写真撮んなくていいように撮っといて、でもう終演後はまず先に着替えて帰るっていうのが、でも K2 はそういう先輩が多いから、うん、なんかこの間、9期生で青春ガールズ公演をやったんですよ、うんうん、そしたら見事に K23 人だけ着替えの早くてやばいやばい、いい教育や、そうです、ね、完全育ってますね、育ってる輩が、育ち方してます、いいよ、そうです、普通にしてたら置いてかれますから、いや置いてかれますやって、なんだっけ、なんかのコンサートの、うん、あかねちゃんの卒業公演だ、卒業コンサートかなの時に、帰りなんかタクシー、タクシーが多分何か覚えてる、なんだっけ、なんか車がタクシーで帰るみたいになって、なんか忘れちゃったけど、でなんかメンバーが3人集まったら出れるみたいになった、でその時に私はもう一番目だったの、でもユキもいて、ユキが後から来て、あと1人やねみたいな、どうするってなって、でも2人で出るみたいになったけど、いやでも3人で行かなかんねって、その1人やったらユキがめっちゃ働きかけて、いやナオさん人呼んできますわみたいな感じで、そう、めっちゃ楽屋まで、楽屋まで行って、すいませんみたいな、ナオさんとか言いたがってる、誰か一人でお願いしますで、すぐ来たよね、めっちゃ来た、そうそうそう、本当に早かった、アヤベルがね、アヤベルがすぐ来てね、でもなんかナオさんは廊下を走って帰ってましためっちゃ早いっていうのも、でもさ、別に帰ってもやることないじゃない、ないのよ、でも帰りたいです、そう、なんでか分からんけど、だからユキすごい後輩、いいガチだった、思った、ノーさんを帰らせなきゃすごかったね、でも好きやね、そういうとこでも、ね、意外と帰りたい人いたのよ、で多いよね、多分話しかけてみると、え、もう帰れるんですかみたいな、うん、後輩たちが出てきて、うん、そうそう、帰れるよ、帰ろうか、準備が早いメンバーはもうやることがないから、そうなのね、帰るかってなる、でもね、反省会はちゃんとやるからね、さっきあんまやんないけどでも反省会ちゃんと他のチームくらいちゃんとさ、うん、ここ間違えたね、メンバーチーム知らんけどね、確かに知らんけど、知らんけど内容としては満足いってるよね、そうそうそう、だってちゃんとできてるじゃないですか、公演もなんだかんだ来てね、大事なところを押さえています、そうなの、余韻に浸らないの、だって浸らないの、余韻、余韻、コンサート終わり、いや、浸ってるよね、浸りながら帰るんですよ、確かに車の中で話したもんな、そうそうそう、わざわざその立ち止まってやることじゃないじゃん、確かに、二人ながら帰ってますよ、そうです、そういうところが好きっす、そういう私は駆け足です、はい、早く行かないと奈緒さんいなくなっちゃうから急いで準備しよう、奈緒さんさ、最悪会えない時あるもん、そうそうそう、私は最近やってることがあって、なんかリハーサル、最近 K2 でリハーサルとかあるじゃないですか、なんかお疲れ様でした、なんか奈緒さんもいないんですよ、だから最後の曲は始まる前にお疲れ様でしたって言っとく先に来る、もうリハーサルが終わるだろうなっていう頃に先に言っときますねって、お疲れ様でした、奈緒さん、本当に奈緒さんってさ、ロッカー使うのやめた、ね、確かにロッカー使ってない、もうさ、みんなずるいじゃん、チートですもん、みんながロッカーの荷物置いてさ、それを取り出して帰るのにさ、奈緒さんもさ、レッスン場の中とかに置いてそのパって帰るからさ、でももし仮にロッカー使うとしても、うん、多分終わる2曲前ぐらいからロッカーが持ってきておりまして、もうずるい、もうすごい、確かにチートやね、そうチートです、ノンさん、確かに確かに確かに、そう、なんか服もねちょうどいいしね、ノンさん、うん、そのまま帰れるから、確かに帰れる、帰れる、ねえの2人、K2 のいいところ、自慢、自慢とか公園で見てほしいところって、公園で見てほしいところか、おディディ、本当に K2 大好きなんですよ、私、なっちゃうよね、K2 に入ると、本当に K2 大好きなんですよ、どこが好きなの、なんか好きな人がいっぱいいるどういうこと、ナオさんがいる、うん、ナオさんがいることがあやちゃん K2 の好きな理由なんだって、あでも、1つです、うん、いい理由ないい理由だね、はい、うん、すごくいい理由だいい理由だ、いい理由だよ、いやでもやっぱ後輩甘やかしすぎたかなって、うーん、そうですよ、ね、だからもう甘やかしちゃったな、甘やかしちゃったから、やっぱ確かに厳しい先輩はいない、うん、ですが確かにダメでした、やっぱちょいちょい圧はかけていかなかんな、そうなんですか、先輩としてやっぱり圧感じるだって、うん、
はい、あ、じゃあ大丈夫です。じゃあ大丈夫です。違う、なおさんはなんかうちらの圧じゃなくて、なんか何回の圧を感じる。何回の圧、早く帰りたい。なんかそう、うちらに対しての圧じゃないけど。じゃあ、じゃあキリッとするときはあるんだね、じゃあちょっと。なおさんで、うん、もうないかな。キリッとはしなくない。あ、そっか。うん、ダメだね。そうだね。うん、ないの、勇気。ケイツの好きなとこ、うん、やりますよ、いっぱい。なんか漫画すごいよ。難しい。何か改めてって言われるよね。難しいな。いや、なんかゆるいゆるい言ってるけど、うん、意外とちゃんと思ったり歌ってる。確かに確かに。意外とね。そう、意外とね。なおさんやばいっすもんね。うん、もうなんかリハからなんか歌いすぎてて、ね、なおさんちょうどいいな。この間でしょ、うん、なんかこれ東京じゃない、羽田の ZEP のレッスンの時に怒られちゃうんだよ、うちら。あ、ジックス私嫌だったです。あ、そっか。嫌だったか、怒られたっていうか、実はなんかマネージャーさんに、うん、言えるの、私めっちゃ早速さ、帰ろうと思ったの。その荷物先に出たの。何してるの的な、うん、何してるのだと思います。
ちらの正解は、おー、これ簡単です。なのでこんな感じの問題がこちらのスケッチブックのに用意されているので、皆さんでみんなで問題に答えていきましょう。はい、それでは早速1問目です。お願いします。土下したと、これも簡単、ねえ、わかるよね、多分、どうしたの。なるほど。ケツ例題出すの。
と言えばやばい。ゲートと言えばやばい。お茶の急に終わりました。はい、皆さんは分かりましたか？以上、ご当地をもっと知っていこう方言チームでした。はい、ここからみんなでゲームをやっていきたいと思います。どこまで高く積めるかな。ラバーバンドタワーチャレンジ。さて、いいライブを作るためにはチームワークが必要ですよね。一人一人の力を出し合ってみんなで高みを目指していきましょう。では古畑さん、ルール説明をしてあげてください。はい、それではルールをご説明いたします。ここにですね、ラバーバンドがたくさんありますね。これを一つずつ積んでいって1分間にどれだけ高く積み上げることができるかを競うゲームでございます。必ずきれいに積んでください。途中で崩れてしまっても時間内であれば何度でもチャレンジできます。メンバー1人ずつチャレンジをしていって3人の合計数が今日の点数になります。本番までの配信期間中、どのチームが一番多く詰めたかを競っていきたいと思います。10個を超えたあたりからグラグラしてくるので気をつけてください。ということで、では1人目いってみましょう。Yes, sir. どれからやりますか。誰もじゃあ私からやります。いきます。はい、よし、じゃあ紫からしようかな。はい、いきます。はい、よーい、スタート。綺麗ですもんね。そう、綺麗にやらないとなんか1とかになっちゃうから気をつけます、それだけは。うん、頼んだよ。はい、でも早いね。早いですか。うん、めっちゃ綺麗。しかもごめんなさい、びっくり。めっちゃびっくりするね。こいつとこいつの相性が悪いんですよ。怖すぎそれ、なんか怖いね。びっくりする音が。おいしょ、あと20秒です。え、倒れちゃいそう。あと20秒は。すごい、いや、めっちゃ綺麗。綺麗、もう、なんか一説によると使ってない色がクタクタじゃないからタチ、なんか綺麗に通りになりやすいみたいな。その緑あんまり見ない。見かけないよね、この2色って。あんまりラッキーなんじゃない。めっちゃ積んでない。1234567181920311516171819。すごい、やったー。私行くわ。大本命だよ。プロがいるから。この間何個だっけ。22。いや、プロもうプロは最後に任せて。やってください。ハイドナオさんが24とか出したら、出したら26とか出せる。うん、そうよ。ごめんなさい。それでは、よーい、スタート。今日結構割と集中力ない。ないんだ。もうね、この前ね、レッスンやってきてね。なんか、結構。今日長いですね。今日長いね、あずちゃん。私たちは、手が高いようにあ、インク、どうだった。あれ、ついた。取れた。まだ、ついてる。普通に取れた。ついてる。あと30秒です。頑張れ。かわいい。削れてきてる。やばいよね。これバランス取るから今。やばい。大丈夫、まだ行きます。ずれちゃう。
すぐしない。猫が悪い。くるくるなっちゃった。いいですか。はい、いきます。よーい、ドン。私だけ？こんなに。え、でも私もさっきからよく止まってます。あれ、もっと充電がないからかな。充電しますか。大丈夫、ありがとう。真剣っすね。努力狙っていくから。やちゃんやっぱオリンピックやってるね。ギネス呼べるんじゃない。ラバーバンド済み。そんなギネス誰もやらないよ。でもさ、ギネスってさ、あれ何でもいいんだもんね。え、まあ、そうですよね。うちらでも取れそうなギネス、なんだろう。でもギネスの認定員呼ぶの高いんだろう。ん、認定員呼ぶの高いんだろう。あ、お金かかるのあれ。うん、あ、そうなんだ。好きな曲何曲踊れるか。あ、それギネス取ったわね。それも、でもさ、審査員の人もさ。
未使用写真を使用したクリアカードです。各地の ZEP 会場では出演チームの商品オンラインショップでは研究生を含む全チームの商品を販売します。数量限定となりますので中乗り次第終了です。商品は ZEP ツアー各会場およびオフィシャルオンラインショップにて販売しています。詳細はファンクラブサイトにてご確認ください。改めてチケット情報です。ニコニコ生放送にて生配信のチケットを販売しております。チケットが外れてしまったという方はぜひこちらの配信で私たちと一緒に ZEP ツアーを楽しみましょう、はい、チケットに関する詳しい情報はニコニコ生配信のサイト、または公式サイトをご確認ください。はい、それではあと30分あるので ZEP 花田さんの感想や福岡の意気込みを語ります。何で余った？そんな余んないよね。普通余んないですよね。余んない。いつもちょうど終わるのにさ。何で福岡弁簡単だったじゃん、はい、あそこ？そこが福岡のなんだっけ、魅力？意気込み？あ、意気込み？福岡の魅力じゃ、福岡の魅力知らんのか。いや、福岡一人やっぱね、博多座やってましたから。あ、そうじゃん。みんな、福岡のなんか知りたいこととかあったら、行って。美味しい食べ物なんですか？美味しい食べ物は、やっぱ馬刺しは新鮮やね。もう馬刺しやね。馬刺しだけは、もう多分みんな、びっくり。ゆき、何口なの？すごい！え？すごい。3つです。すごくない？それには気高さが
含まれてるってことね。そうです。かっこいい。だから読んだんです。いいなぁ。そうさ、すごいよ。そうだ、宮城って何ですか。少ない。アナウンサーについてる。あ、そう、今ね、3つついてる。イエーイ、できた。マジか、すごい。でもそう、あとさ、5ぐらいない。3じゃない。あ、でも、いや、5個ある。うん、はい。6単じゃない？え？いや。コメント読みますね。ユキが色変えるなら何色っていう。ピンク。ピンクなんだ。赤。私はピンク赤がいい。可愛くない？可愛い。確かに。いいよな。良すぎ、いかすぎんやけど。これなおさんのさ、再現と似てるなって思ってたんですよ。いつも分かんなくなっちゃって、劇場とかで。いや、こうやって見ると全然違う。全然違う。でも、劇場で見ると、たまに、あの再現で見ると、なんか似てますよね。似てるよね。なんでだろうね。まず緑と黄緑の差がないじゃないですか。そういうこと？で、この青と紫にかかってるじゃないですか。もう青と紫も一緒に見える。一緒に見える。なんでだ？分かんない。間違えちゃう。わかる。なんで見てくるのって思ってるだろうな。あ、福岡の話ですかね。でも福岡はさ、ルミンが来るからさ、楽しみ。確かに確かに。揃うね。うん、やっと。ヒーヒー言ってたね、彼女。ね。昨日と今日で、すごい頑張ってるみたいだけど。大変そうだね。一気に詰め込んでるもんね、今ね。終わった終わったなのに、舞台大変。じゃ今までさ、福岡でさ、舞台やってさ、そうですよね。こっち帰ってきて、また福岡行ってさ、舞台やるんだろ。舞台じゃないわ。また福岡帰って感じですよ。すごいね。せっかく帰ってきたのに。だって、メンデーの袋お土産持ってたもん。やばあれ、今から行くやつ。俺、なんで持ってんの。やばい。福岡にいたんだよな。ね、福岡にいたんだよ、ルルは。そしてまた行くんだよ。もうプロで、ひなるんさん何でも知ってるかもしれない。ね、だって結構いたんでしょ、うん、多分。そうだね。でも今さ、ご飯とかあんま食べに行けなかったんじゃない。そうですよね。せっかく行けるのに。いや、我らにはでも配達がありますから。ありますから。ありますよ。楽しみ。なおさんがガチってくれる。うん、楽しみです。何食べたいかな。もつ鍋食べたい。もつ鍋食べた。調理済みで来るかな。チンするとかですかね。チンするだったら困るよね。どうだ、どういう状況で来るの。たまにさ、アルミのやつとかあるやん。火通さなきゃいけない。厳しい。ホテルには厳しい。厳しいよね。どうだろう。でもなんか前の配信で書きませんでした。福岡名物いっぱい。やったわ。家にあれどこ行ったんだろう。このリレー配信でなんかお祭りとかさ、いっぱい書き出したんですよ、地図に。なんでそれは知らないわ。そしたらなんか餃子とかも有名って言ってました。餃子浜松、あれ浜松の静岡なんだっけ。なんとか餃子が有名って言ってました。餃子何のお弁当来るかな。福岡の弁当でしょ。はい、明太獣。いや、来ないって。明太獣食べたい。明太獣高いやん。でも東京は高いよ、お弁当だって、ね、いや、比べ物じゃないよ。明太獣食べた。前さ、福岡の総選挙した時にさ、来たじゃん。あったっけ。来たっけ。明太獣とあとラーメン屋さんもあった。へぇ、すごい。全然記憶ないわ。明太獣、明太獣来るかな。でもさ、もう明太獣だこれ。マジ？やべえ。なんかさ、1本じゃん、1本2本入ってるじゃん、うん、とご飯となんか海苔引いてるじゃん。欲しくなんない？他にも。あ、それはある。確かに、ね、それはある。確かに。あ、鉄鍋餃子だ。めっちゃ美味しいよね。なんかもう鉄みたいなやつ引いてあって、なんかもうぎっしり円になって詰まってんのよ。
鍋めっちゃ美味しい。いや、普通に餃子鉄板、うん、そう鉄板の上に餃子がワンクこう並んでて、ぎゅうぎゅうにね、一口サイズで、マジで美味しい。食べたー。でも私なんかコンサート前、ライブ前とかに食べるとなんか気持ち悪くなっちゃうんですよね。はい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 、はい、ケータリングこの間もお弁当あったけど、うん、食べれなかった。わかる。なんか朝はいけるけど、うん、1回目と2回目のライブになってた。私は時間もないしね、うん、だから持って帰るしか。なんかすごい今お弁当で調べてみたんだけど、うん、すごくどうですか、いい感じのがいっぱいあるけど、でも博多のお弁当って言ったら何が来るんだろう。でもさっきえらい人とおしゃべりしたら、うん、明太子は絶対あるよね。あるよね、あるよ、明太子。それかなんか明太子だけは別でタイプできて、お弁当に乗せてくださいみたいなタイプできるかもしれない。サッカー乗ってった方がいい。言うてさ、あと3日後、うん、やばくないですか。あと3日ですよ、確かに。うん、また1回やったら終わりかな、寂しい。あっという間だったよね、ツアー。言うてもでも、もうしんどいから怖い気持ちもあるし、あのしんどさ分かっちゃう。めっちゃ怖い。最初はさ、なんか楽しみ楽しみとか言って出たらさ、うん、もう地獄だったしさ。だからちょっと怖い、怖い、怖い。ユニットが頭にあるのって本当に怖い。怖いね。いつもユニットでね、結構休憩できてたところはあったからね。そう、あとユニットで急に声出なくないですか。私急に声出ないと思って、そう、もうちょっと鳴らしたいな、なんかそう鳴らしたかったなって。でもソロパートから始めましたもんね、最初の曲。え、一人で一個ソロパート声出なくなってびっくりしちゃうね、うん、楽しみだけど、すごい踊るので。フラストレーションのイントロちょっと怖いもん。フラストレーションはね、どこに持ってきてもきついよね。そうだ、曲とか衣装とかめっちゃ好きなんだけど、相手に挟まっちゃった瞬間にめっちゃ怖く感じる。わかる。激しいもん。なんだろうね、何が疲れてたんだろうね。ね、そう、もう何がそんなに疲れるんだろうね。疲れるんだろうね、あれ。でももうさ、フラストレーション始まる時にはもう疲れてましたよね。まあ、確かに。正直もう来てたね。もう来てた。うん、来てた。不思議だ。でも一番ね、フラストレーション後の、無意識がいっちゃん、いっちゃん。いや、本当に、ノンさん全然笑ってなかった。いや、お客さん の正面向くときはめっちゃ笑ってた。そうやって、ゆきはノンさんがいたから、ノンさん元気なかったから、ノンさんに向かって、ね、こうやってやってたのに、全然見てくれた。全然気づかなかった。ずっと生きてる見つめちゃう、なんか。全然気づかなかった。ノンさんって。正面の時だけはちょっと笑顔でしたけど、偉いし、こっちの時良かったです。その後から記憶で蘇ったけど、後ろ向いてこう移動しなきゃいけない時があるのね、うん、多分ぶつかったよね。めっちゃ思いっきり本当は私が避けなきゃいけないんだけど、全然もうそのままもう意識がこうやってボーッと上がってたから、ね、そのままぶつかっちゃって申し訳なかったなと。夜は、ね、意識あったから、夜はね、だいぶ夜は分かった、分かったのよ、体力配分が分かったよね、分かったのよ。リセットの前に私一回休憩あると思ったんですよ、うんうん、そしたらゆきさんが急に始めるから。しかもゆき違う、なんか変な感じになったじゃん、うん、リベンジャーズのノリになっちゃったじゃん、うん、これ始まんのかって思いながらとりあえず言ったら始まったって。やばい、始まったって。決まってなかったからこっちも。いやでもうちはもうさ、ペース配分分かってるから結構プロなのよ、うん、次は大場さんが一人で多分やばい、やばくなってる。ルールもガチやばい。本当に。しかもルール夏のさ、ライブとかさ、結構さ、あちあちになっちゃうじゃん。違う、寒いって言うんですか。あ、そう、寒いね。普通にみんなが汗かいてる時に、そうそうそう、寒いって言いますか、ルールは。結構やばくなるからね。だから外じゃないだけまだね。そうですね。うん、まあ、気温はそんなだから、うん、と
ただね、運動量が使った汗かいた本当に。いや楽しいですね、また。いや楽しみではある、うん、が怖い気持ちもある。触れる普通に怖い。触れるよ。2回だしね。楽しみ。いや、もう楽しみですよ。うん、楽しみですが見てください。ご飯もありますね。東京はさ、かおりさんがさ、写真で持ってきてくれたからね。中身でしたよね、アイス、うん、嬉しかったね。スモールじゃなくてレギュラーにしたからちゃんと食えって言って怒ってた。絶対高いよね。高かったってからちゃんと食って全員分。何個なんだろう。いや、怒ってたよ。みんなが全然食いつかない。やっぱ後輩とかはさ、かおりさんちょっと怖かったりしてさ、アイスだよって言っても全然食いつかないからさ。へぇ、怖いんだ。素晴らしい。会ったことない子もいたもんね。初めましてしました。え、ほぼ本当に、ほぼちゃんと話すの。会ったこと、いたっけ。卒業コンサートで会って終わりでした。そっか、そうなのか。すごいですね、時が進んでますね。卒業コンサートで、うん、確かに、そこうまいですね、ちょっと初挨拶しました。そんな感じ。なんかね、うん、かぶんない、かぶんない、不思議です、とても。うん、いや、もうなんか、結構ツアーのことはね、そうだね、なんか質問があれば今、でも今したら答えてもらえます。3人に一気に質問できる機会、あんまさ、なんか、ね、個人のショールームやったらあるかもしれないけど、結構ツアーの話はもうね、お腹いっぱいの話しちゃったので、もう聞きたいことがあればね、まあ、なかったらあれですけど、なんかツアーのことでも、別に何色が好きですかとかでも、ちょっと一緒につなぎましょうや。つなぎましょうや。つなぎましょうや。あと10分ね、自由タイムあるんで。レアですよ、この3人が揃ってるのは。うん、そしてこの3人が同時に昨日もしてるという。私たち、あの歌で歌割り一緒ですよね。あ、一緒だね。一緒じゃん、横並んでるもんね。一緒じゃんね。こうやってこうやってやってくるよね、奈緒さんボンって、うん、奈緒さんがボンってしてくるから、ゆきもボンってした。奈緒さんがボンってしてくるから、ゆきもボンってした。え、ユニット？ユニットじゃないよね。歌割りが、歌割りが一緒だよね。歌割りが一緒。はい、はい、はい。はい。ユキは下からです。あー、やばいっすね。何のことじゃわからなかった。何のことかと思った。一緒じゃん。ユニット変わりますか？だって。どうでしょうか。どうなの？どうなんですか？変わる。うん、だって変わんないと。さすがに楽しみないでしょ。みんなですか。みんなまた見たいんじゃないか、カニライク。カニライク結構知らない人多かったよ。後の劇場公演でもさ、カニライク知ってますかみたいなさ、こういう人がさ、雪押しとかさ、お尻押しも知らない人いたからね。ゆかりさんの手挙げてなくて聞いた。知らんの？って。ゆきの前しか手挙げてなかった。本当に。いっぱい匂わせしたのに。全然届いてなかったね。いや本当になんかやるって決まってから公演後の自撮りとかカニライクしたりとか、うん、なんかじわじわやっぱ自分も知られてなかったらどうしようっていう恐怖があったんで、じわじわやってたんだけど本当に知られてなかった。知られてなかったね。でもあれで逆に広まったって言われます。あ、そうですね。こっからや。でも別になんか活動しないんですけどね、3人とも。私今後の予定なんかまだ決まらない。決めたところでみたいなことあるんですけど、うん、まあまあまあ。ゼップは2階でもステージからしっかり見えますからって。ゼップ、うん、しっかりでも見えるくない？うん、普通にもう見える。なんか顔細かく表情まで見えるかって言われたらライトも落ちてるから、うん、そのなんていうの、そこはごめんだけど、ウィンクとかあんまり見えるけど、そうでもちゃんと見えてるね。うちわとかもさ、イルマとかサイリウムも見えるし、そういうのは全然見える。なんか女の子か男の子かとか分かるよね。そこは全然分かる。だからぜひ2階の方も楽しんで来てください。うん。羽田めっちゃ綺麗でしたよね。
いや、トイレとか別格だった、うん、新しいからかな。でも、ナオさんとかユキさんの楽屋はもうすごく豪華だった。もう改造したもんな。もう入ってすぐに心地がいいように。なんかわかんないけど、ソファーとかもね、そうそうそう、ちゃんと使えるように。先輩たちにあやかっていい部屋をデートしたっていう。びっくりしました。いた、うん、あれね、不思議だったよ、ね、シャワー室があった。そうね、もう部屋割りとかもなんか楽しいよね、ワクワクする、うん、あるのかな、福岡でも部屋割り。部屋割り、まあ、楽屋の部屋割り。あ、楽屋の部屋割りね。次ルンルンが入るから。そう、ルンルンなんですよ、こちら。ルンルンが誰とペアになるかじゃない、そうなると。なんかさ、ペア同士で。そうなんですよね。2-2っていうか、4人4人ぐらい、うん、だっけ。4人ずつぐらいで分けられてて。でも次の部屋がさ、何個あるかだよね。大部屋なのか、大部屋が何個あるのか、小部屋が何個あるのかって。やべえ。どうなりますかね。どういう割だろうね。5人じゃダメなんですか ?5 人じゃ。いやでも楽屋の広さによったらいけるんじゃない？うん、え、楽しみ。マキコさんの部屋には誰も来なかった。どういうこと？1人？あ、トレーナー室？どういうこと？あ、ホテルのこと言ってんの？でも、ソジココナっていう私の同期がマキコさんと寝たって言ってましたよ。ホテル割りね。あ、2日目？ホテルにもさ、一人で、一人だったね。寂しかったですね。めっちゃ広かった。2個あったしね。いや、あの2個ベッドだったのよ。うん、2個ベッドだってさ、あれ1個だったらなってめっちゃ思わなかった。あ、繋がってた。繋がってた。1個だったら結構ゴロゴロできましたね。そうそうそう。で、次の部屋はどんなお部屋か。なんか楽しみですね。楽しみ。こんな感じ。でも結構クライマックス、配信のクライマックス、配信のクライマックス来てる今、うん、24分だからね。あと6分、ナオさんがまだいてくれるようにな。確かに、うん、まだバッグ持ってない。バッグまだ持ってないよ私。バッグ持ってないよ。まだちゃんとしてるよ、ナオさんが。今しかないですよね。いやいや、やっぱね、仕事はあれですよ、しっかりとして帰りますから。うん、仕事の時間はちゃんとしっかりする。その後が早いです。その後で早い。スマートって言って、その後がスマート。あ、スマート、スマート。ついてきたいと思ってるんだ、うん、シャンさんに、うん、頑張ります。私も頑張ります。いや、頑張ろう。でもね、実際ここ早くて、あと一人早いおるよ、ケースじゃないじゃん。わかります。いつもね、ナオさん地味にもう一人いるからね、うちだと。誰？え？ケープじゃないね、ここね、一人混ざってるの。選抜とかの時？いや、もう、私、普通にそういうコンサートとかの時も、一人だけ、一番最初に一目散に逃げるとか、もう一人いるんですよ。はい。誰？気づいてない？あ、待って、人文字目。え、す。いや、違う。あかりさん？うん。す？す？す？すの？いつもだよ、いつもいるよ。す。す？スズランさん？違う違う、苗字がスだから。苗字がス？菅原まやさん。スエナが王か。いるっすよ、いつも。いたっけ？いるな。いるじゃん。いたっけ？マジでいるの。まあ、そうなんだ。注目してなかった。マジいるから。そう、3人で3トップだから、うちは。マジ？いや、できる子やね。まやさん身軽なイメージにも。マジで早いよ、おーちゃん。おーちゃんはもう、ナオさんに気使わなければトップ出るぐらい早いから。ナオさんのことは越しちゃいけない。そうそうそう、先輩ナオさん先頭だから。確かに先輩が帰るときに後輩ついていくっていう。確かに、確かに、確かに、さすがに先輩を越したらいかない。やばいじゃん。なんで先にさ、みたいな。なんで先に座ってるわけじゃないですか。だから一応そのナオさんの後ろでうちら二人でキャラキャラ俺がついてるみたいな。あ、そうなんだ。そう、いいですよ。やっぱでも私はそういう後輩のためにやっぱより早く出ていく。いや、どんどん速くなるから、やばい。そうなんだ。おーちゃん、ほんとね、すごいっすよ。次の世代引っ張ってるから。え、いいかやね。いい教育だわ。ほんとに。ケツじゃないけど、速い子いるよっていう。そうですね。そう。そんなもんだね。うん。
ント。ありがとうございます。それではそろそろエンディングのお時間です。皆さん本日の配信は楽しんでいただけましたでしょうか。楽しかった。楽しかったです。明日はチーム K2 の青木しおりさん、中野愛理さん、鈴木あなちゃんが出演します。時間は20時30分からです。はい。ショールームアプリをスマートフォンにインストールして、SK48 特別配信ルームをフォローしておくと、配信開始と同時にお知らせが届くので、配信を見逃すことがありません。ルームのフォローはパソコン、スマホともに画面